トラウトマンスドルフ城はイタリアのボルツァーノ県メラーの市街の東の外れにある城である。建物は観光博物館トゥリジームとなっている。周囲の庭園は2001年にメラーの植物園として開園した。オーストリアコーヒーエリーザベトが療養のために滞在した城として知られている。1300年頃、現在と同じ場所に小規模の城塞が建設され、 ノイベルクと呼ばれるようになった。1543年にトラウトマンスドルフという貴族が城を購入、その息子、フランツの代に大規模な拡張が行われた。しかし、一族の血筋が途絶えて、城は荒れ果ててしまう。1777年には塔が倒壊し、礼拝堂が破壊された。1846年、 メラーノの下やアーマルクハクヨーゼフフォン、トラウトマンスドルフは150年前に桃園の者が放棄して廃墟と化していた城を買い取った。ヨーゼフによる城の拡張の際にネオゴシック様式が取り入れられ、以後の南チロル地域におけるネオゴシック様式の城のモデルとなった。帝国騎士、モーリッツ・フォン・レオンが後を継ぐが、彼はヨーゼフの諸子であったようである。 1870年、オーストリアコーヒーエリーザベトは療養のために訪れたメラーノでの宿にこの城を選んだ。エリーザベトの娘ギーゼラやマリー・バレリーが最上階に泊まった。到着から数週間でオーストリアの新聞がマリー・バレリーの回復を報じたことからメラーノは温泉の町として有名になってゆく。エリーザベトたちは1889年にも城を訪れている。 エリーザベトを城に迎えたモーリッツであるが、彼は城を含めたすべての資産を売却しなければ、ならなくなった。買い取ったのは、キッチンゲンのフリードリヒホンドイスターである。彼は、果樹園と庭園を城の新しい顔にしようと整備を始めるが、第一次世界大戦が勃発、南チロルは最前線となったため、その活動は中止されることになった。第一次大戦後、城は、 ファシズムの手に渡った。戦役者支援基金、オペラナチオナーレ・コンバッテンティのものとなり、カステルディノバと呼ばれるようになった。第二次世界大戦中は、ドイツ軍が城を使用した。第二次大戦後、城は売りに出されたが、1977年に基金が解散した時にもまだ回転がつかなかったため、南チロル行政府が引き受ける。年代になって、 ようやく決まった利用方法は建物を博物館として公開し周囲を植物園にするというものだった12ヘクタールの敷地には森の庭太陽の庭水とテラスの庭南チロルの風景という4つのエリアが設定されていて自由に散策できるようになっている生きている化石といわれる オーストラリア原産のウォレミマ松が鉄格子で厳重に守られているのが見物である。ありがとうございます。